試合率を上げてきています。チョンテセの裏、背後抜けてチョンテセです。1対1、チョンテセボールを抑えてチョンテセシュート、後ろから高木、そして本場ションです。ファーサイドにチョンテセいますが、クロスはせき止めました。野川を切りつくというこの14番の荒垣のプレスがありました。かいくぐって新潟です。内側33番の高木から外側のロメロフランク、切り返してロメロフランクです。上げてきてチョンテセ、ゴールキーパーの永井です。鋭い攻撃は北九州ですが、笛が吹かれています。ピサロに対してのイエローカードです。これが今シーズンの20番の島田。島田はそのまま内側通過、その島田です。左地で上げてきてチョンテセ、後ろから高木、折り返して高木シュート、抑えて高木というシーンでした。トータルで出ています。左サイド抜き去って福森上げて、速いボールは藤田でした。スペースにフリーランしていく、縦にフリーランしていく選手が非常に多かった印象がありますけどね、はい、高木が切り返して、高木左足のシュート放った、これは31番の永井です。素晴らしいセーブを見せました。見事、そうですね、この切り返しうまかったですね。でキーパーとしては今のかわしてシュートだとファーポストまだあります。針ヶ谷、そのまま椿はファーサイドいます。16番の村松もファーサイド、勝負を仕掛けるのが3番の福森です。角度をつけて自ら放ちました。今のはシュートか、あるいはこうニアサイドで誰か当てればいいかと。前で奪ったのが高見、サイドバックの選手、高見が内側、外側にロメロフランク、オフサイドラインギリギリを見てロメロフランク、ロメロフランク左のシュート、その外側を狙っていたのが24番のロメロフランク。で今度はそのスペースを北九州がついてます ね、 ですね、このスペースです。椿一人を抜き去って椿が内側入っていく、そのまま打った、ディサロ、まだボールこぼれていますがクリアして新潟ボールに、背後狙う動きがあるとより守備はしづらくなるかな、この位置からミドルシュート、33番の針ヶ谷です。